実食いただきます。美味しそうがすぎませんか。美味しそうがすぎません。これいきますよ。これね、いい卵もらったんすよ。自分では安いのしか買ったことないんだけど、もらったんすよ、いい卵。うまそう。いただきます。やばくるってますね、これは。このね、明太子、なめたけとこの卵の相性、そしてこの桃屋の刻みニンニクを入れた長谷園の朝揚げね、ハマってます、これ。こういうことでしょ、美味しいご飯っていうのは。高いものなんていらないんですよね。しみるわ。なんかね、一気に癒された。今日はもう、あ、全然喋りませんよ。ちょっとね、ご飯を追加しめた。で、これを、お行儀は悪いですけどね、お行儀悪いけど、この刻みニンニク入りの味噌汁を、こうなります。あの、この刻みニンニクを入れることで、あのね、なんかね、味噌ラーメンのスープみたいになるんですよ。いただきます。うめえよ、うめえよ。日本に生まれてよかったなと思いますよね。これですよ。あの、桃屋のこの間紹介したあの背脂ニンニクはなんかね、やっぱりもうね、売り切れらしくて全然手に入らないらしいんですよ。でもこの桃屋さんの刻みニンニクは、まあ、ほぼほぼ売ってますんで、これね、味噌汁に入れるだけ、もうね、うまいよ。それをご飯にかけちゃう。これで朝ごはんとか最高ですね。あ、でもちょっとおいにがちょっとあれかもしれないですけど、あのチューブのニンニクとかすりおろしニンニクと比べると全然匂いも少ないので、ぜひやってみてください。ラーメンに入れてももちろん OK。うめえなぁ。何なってんだい、どうなってんだ今日の感じは。一瞬で完食でございます。
でね、このね、塩分でね、こうグッとなったね、ところをいつもならビールでグッといくんですけども、今日ね、この後ちょっと車を運転しなきゃいけないので、今日はソフトドリンクでいくよ。懐かしいなーってね、思ったでしょ。懐かしいんです。これを飲みます。もう、乾杯。なんかね、こう動画であんまりこういうジュースとか飲むことないんで、なんかレモンサワーが来たのかなっていう体の反応からのソフティードリンクス。今日やったご飯は、あの時間ない時超おすすめです。もうね、ちょっと考えられないぐらいのうまさですよ。ちょっとここ数回あのカルディもの多いですけど、あの今日使ったのはカルディで購入した、明太子なめたけなんですが、あの普通のね、普通のなめたけでもあのもちろん OK です。普通のなめたけと卵の卵黄とちょっとネギを振って醤油、うん、これでねぶっ飛びますよ。勘弁してください。それではまたお会いしましょう。